アメモプラス。失礼します。翔太さん。翔太さん。翔太さん。おはようございます。朝です。だる。失礼します。今日から赤トレっすよね。そうや、なんすか赤トレって。あ、特別ハードトレーニングやねんけど、監督と部員の推薦制やねん。監督から直々に指名されるか、部員同士でミーティングの時に指差し合って推薦し合うんやけど、まあそれがきついのよ。で、選ばれた人は赤いビブス着てトレーニングするから赤トレって言われてんやけど。そうなんすね。うん、まあとにかく部員から推薦されるか、監督から直々に赤いビブス渡されたら終わりやな。まあ俺らのことは空気読んで誰も指名してこんし、監督ともちょうどいい距離感やから今回は大丈夫さやな。なあ、おい、聞いてる？おい、聞いてる？え？そう、お前何してんの？さっきからずっと。いや、最悪あれっすね、既読無視。あ、マジ？俺も途絶えたって、もう最悪や、彼女欲しいって。ほんまにな。てかお前、ちょ、エミリちゃんとどうだ？まあまあ、仲良くさせてもらってますよ。なんでこいつだけな。ほんまに意味わからんくない？俺かっこいいって言われてん。いや、俺も言われたって。え、うん、そう、お前ら可愛いって言ってる？そんなん言ったらお前チャラい思われるじゃん、あかんな。でも向こう置いてくれてんやろ。それはお前自分の承認欲求満たしてるだけやん。恋愛っていうのは、お互いに相手の承認欲求を満たすものやぞ。へぇー、今日か、赤トレが始まりますね。お前らからの推薦も大事になってくるから、今日の赤トレに早速ね、推薦したいと思う部員を、お前らそれぞれ指差し合ってくれ。なる。はいはいはい、左手つくれ。そう、ほいほいほい、もっともも上げて、もっともも上げて、はいはい、もも上げて、はい、もっともも高く高く高く、はい、解放、はいはい、解放。なる。あいつのくせにいいこと言いやがって。うん、無理な。どうする？今日練習終わったらバーに行ってナンパでもする？いや、あり、ありよな。うん。しっかりと意識しながら、やっていきましょう。オッケー。はい。だね、今日は赤トレもしっかりやったしな。どうぞ頑張っちゃったと思うし。あ、翔太と雪村。お前ら、純が今日赤トレ頑張ったんやから、自主練ぐらいしてたらどうや？なるある。いや、今日勉強があって。嘘つけ！すいません。あ、そうか。そうだよ。ただ順次主練しようか。ひもすぎ。はい、そこを意識しながらやっていきましょう。はい、解放。よっしゃ、よっしゃ。
ちらのお客様からです。あっちの部屋になりますか。すごい。俺らも行くぞ。行く。勉強する言うてや、10年生方ちゃん。最初はね、お前。ね、明日赤取れやからね。説教ぐらい勘弁しようじゃろ。あざにしても、先生もお前、若い頃はよう遊んだよ。監督もバーとか来たことあるんですか？え？ある。もしかして伝説のバーテンダー、星健太さんですか？こりゃ、そんな時代もありましたよ。よかったらご指導ご鞭撻よし。まずその前に、見ろ、向こうで女性が泣いちょる。泣いてる人にはメイク直しの鏡一つ持ってくるかい。あ、はい。すごい、すごい。気をつけて。すごい。来てほしい。ちゃんと味わいよ。フルーティーやさ。甘くて美味しいし。よければ作っていただけませんか。伝説のカクテル。解放エクトトゥルモーネ。久しぶりやな。
お嬢さんたちは、何月号のどの雑誌になるんですかね、表紙は。え？あ、すいません、これ申し訳ない。 あまりにも綺麗だったんで、ちょっとモデルさんという前提で話しかけてしまいました。申し訳ない。なる。皆さんは何の友達なんですか？あ、僕らですか？僕ら…待てすぎや。野球部の仲間なんですよ。私が監督で。すごい。お前だからもうなんか聞くことないんかよ。ダメです。じゃあ、どうしよう。じゃあ好きなタイプとか。おいきなりやろ。いきなりダメですか？いやいや、あんま聞かんねん。好きなタイプはでも好きになった人がタイプ。そうね。あんまりけど嫌いなタイプははっきりしてます。うん、どんなどんな。例えばバーとか部屋で息ってグラサンかけてる人とか、あとは机の上にカバン置いてる人とか、あとは若い子たちの恋愛に首突っ込んで、私昔は遊んでました感出して今めんちゃんふやされたがる典型的なモテてこなかったであろう野球部の監督とかですかね。絶対チャラいと思われてた。誰にでも言うんですか？いや、言わないです。まあ中にはチャラい人もいるけど、素直に嬉しいです。あ、よかった。難しいですよね、恋愛って。褒めてもらっても嘘か本とか分かんなくて、信じていいかも分かんなくて、褒めても信じてもらえるかも分かんなくて、こんなんじゃ恋愛始めれないですよね。どうしたら信じることができるんだろう。いいんですよ、信じなくても。信じるなんてのはね、過去から紡いできた結果でしかない。嘘か本当かなんて最初に分からなくてもいいんですよ。半信半疑でもいい。長い年月を一緒に過ごして、ああ本当だったんだ、そう思える、思ってもらえる、それでいいんじゃないですか。まあ今日は若い子たちで楽しんでください。あ、私からも女性たちにカクテルを。
いや、遠慮せずにここは飲んでください。本当にそんな遠慮しなくていいから、飲んでください。いや、なんでカクテル、カクテル、カクテル飲んでください、大丈夫。さあ、最後ぐらい、そんな、カクテル飲んでください、大丈夫ですから。え、なんで飲んだらいいじゃないですか、カクテル飲んでください。私たち19歳なんで。あちらのお客様からです。タラタラタラ。